IT 企業で働いてたんですけど、ふと振り返った時にもっと一生をかけてできる仕事っていうのが欲しいなと思ったので、放送っていう道を考え始めました。あとはその仕事をする中で外国法とかについて弁護士のアドバイスを受けることがあったので、弁護士が少し身近な存在に感じられ始めていたので、それで興味を持ちました。本田先生はもともと論文を1位で突破されている実績とご経験の持ち主でいらっしゃって、たくさんの合格者を輩出されているということで本田先生のクラスを選びました。本田先生の授業は綿密に細かいところまで説明してくださって、本当に私のような初学者にも優しく教えてくださるので、それがすごく助かりました。あと1年目から割と課題等を出してくださって、論文を書く機会っていうのが早い段階からあったので、それもすごく実力を伸ばすチャンスになったなと思ってます。1年目の基礎マスターの段階ではすごく会社との両立が大変で、出張だったりとかいろいろ外出もたくさんある中でやっていかなきゃいけなかったので、工夫した点としては伊藤塾のテキストがこうピリピリと取れるようになっているので、自分の勉強したい箇所だけをカバンに入れて持ち歩いて通勤の電車の中で見たりとか、あと出張にも持って行ったりもしました。他にはあと学習支援システムで択一の問題を解くことができたんですけど、それもスマホとかタブレットでできるので、出張中の新幹線の中とかちょっとした隙間時間に解いたりして工夫して時間を使っていました。大変だったのはやはり体力的に会社の仕事の後で疲れている時に講義に出たりとか勉強するっていうことが最初はちょっと大変だったんですけど、会社の生活もあることで勉強できる時間がちょっとリフレッシュのように感じられたりもしたので、そういった二足のわらじを履くことが大変ではあったんですけれども、自分の中では刺激にもなった点でした。小さい会社だったので法務部門っていうのがない会社だったんですね。伊藤塾で法律の勉強をすることで契約書のチェックとかが少ししやすくなったり、この契約書は日本法でとか分かるようになっていったので、仕事にもフィードバックがあったなと思ってます。伊藤塾のテキストはすごくコンパクトにまとまっていて、それでももちろん7法とか選択科目とかいろんな科目をやらなきゃいけないので、パッと見分量もあるんですけど、ただ試験に必要なところがすごくうまくまとまっているので、伊藤塾のテキストだけで勉強するのでも十分に合格することができると思います。私が伊藤塾に入塾したきっかけが、もちろん実績っていうこともそうなんですけど、ホームページ上で伊藤先生の体験講義を聞くことができて、そこで伊藤先生の憲法に対する気持ちとか平和に対する気持ちとかっていうのがすごく熱く伝わってきて、それに興味を持ったからっていうのも大きなきっかけだったので、沖縄スタディツアーがあることを知って、あ、これは伊藤塾の理念にすごく沿ったツアーだから一度は行ってみたいなって思ったのがきっかけで参加しました。伊藤塾ですごく岡崎先生の講義とか、もちろん沖縄ツアーで伺った伊藤先生のお話とか聞いて、皆さん結構パンクだなっていうふうに思ったんですね。ですごく権力に屈しないというか、そういう強さとか反骨精神みたいなのを持っていらっしゃってかっこいいなと思ったので、私もパンクな弁護士になっていきたいなと思ってます。社会人受験生の方のお話を聞いてると、もう遅いんじゃないかとか、自分に本当に仕事しながらできるのみたいな不安とかを伺ったりするんですけど、やっぱりそのこれまで社会人としてやってきた経験っていうのも勉強にも活かせるし、その後放送としても活かせると思うので、社会人だからもう遅いみたいな考えはすごくもったいないなって今は思ってます。なのでぜひ働きながらチャレンジしたいっていう方は応援したいなって思っています。ありがとうございます。